はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。今回もドクトウシングルレート始めていきましょう。今回も、ガチドクトウツやっていきたいと思います。レートの方は、そこそこ上げておきました。意外とね、このガチパー、意外と評判いいんで、ちょっと多めにやってくれって言われたんで、1633までとりあえず上げてまいりました。この前の1個の試合ね、その、最初のターンで、レヒレにボッコボコにされたんですけど、その後、ゴルバチョフがアホみたいに活躍して、勝ってしまったんですよね。それをね、動画化できなくて、そこを録画停止して、あ、これ負けたなって言って、録画停止した後、ゴルバチョフ無双をしたんで、そのバトルビデオ、明日投稿します。皆さんね、楽しみにしてください。びっくりしました。僕もびっくりドンキでした。対戦やっていきましょう。オノノクスユクシーかーん。オノノクスユクシーか。これ初手ベティでもありだな、全然。リザがどっち？どっちリザ？リザどっち？リザどっち？リザどっち？ X 臭いな、リザどっち？ X 臭いな。これ初手ベティはダメか。オノノクスもいるしな。キング。キングで行きたいんですけど、初手ウツロイドやってられないんで。でもキングだよな。キングで辛いの。なんだ。ユクシー来たらベティ交代でもありか。って考えると、いや違うよな。ゴルバチョフは今回積みアタッカー多すぎるから無理。無理だね。コケコもいるし。で、ペンちゃんも自信持ってないからどうしようもないから、ベティからのゲンガーウツロイドどっちか。ゲンガーウツロイドどっちかなんですけど、ここを見ると、ガルド・ルカリオが辛いんで、ゲンガーが正解でーしょ！行きましょう。リロキング・ベトン・ゲンガー。では対戦よろしくお願いします。いやー、あれ動画化したかったなー。普通に録画停止しちゃったもんなー。もう、私、そのレヒレに2体持ってかれたんですよ。レヒレに2体持ってかれて、残りゴルバチョフで、3匹勝ったからね。初手ユクシー来るよなー。ステロ巻きパターンかなー。どうなんだろう。このどれパターン、何パターンこれ。このユクシーって。ステロ巻かれたら嫌なんだけど、僕ベティ交代します。ステロ巻かれるの嫌なんだけど、ベティ交代しないとニロキングじゃ対処できないんだよね、ユクシー。耐久力もそこそこあったからね、こいつ。確かアグノムがアタッカー型だったから、ユクシーが耐久型だよね。ステロだよね。非常にまずい。ニドキングの助けが潰れたんで非常にまずいんですけども、叩くしかない。大爆発はやめて。大爆発はやめて。大爆発はやめて。お願いだからやめてください。叩き、いやー、相手も叩き持ってる。やめて、直気が。直気がなくなる。おー。直気がなくなる。おー、耐久力がなくなった。おー、効かね。独身置けないっす。独身のおかげで鍵打ち圏内持ってったっしょ。レッドカード。おー、怖っ。いや、鍵打ち圏内持ってったか？いや、どっちにしても毒で落ちるから、鍵打ちでいいや。これで落ちたらラッキー。落ちなかったらまあ、ドンマイって感じかな。どうせ相手が先手で動くんで、ここで落ちたらラッキー。落ちたらラッキーじゃねえなぁ。あくびされちゃったなぁ。あくびされちゃったなぁ。あとちょっとそれ落ちてくれればよかったのに。乱数だったな、完全に。そこ落ちてくれればまだなんとかなったかもしんなかったんだけどなぁ。さあ、ここで積みアタッカー来る。リザか？ノクス。ノクスか。ゲンガーだから、でも詰まれたらおしまいでしょ？スカーフの可能性はまずない。って考えると、ここで選択する技はダストシュートで毒狙い。いや、違う。いや、ダストシュートはね、一番火力のある技をぶつけるしかない。リュウマイでしょ？激凛撃ってくる。普通撃ってくるか。耐える耐える、激凛。あ、耐えない。オノノクスは無理。ここで普通に撃ってくるってことはなんだ？スカーフ？いや、あくび打ってきたから、あくび打ってきたから普通に積みアタッカーかなって、リュウマイの積みアタッカーかなって思ったんですけど、あ、積
積みアタッカーだ。オッケーオッケー。タスキっぽいな、これ。スカーフではなかったね。オッケーオッケー。タスキじゃない。オッケー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 。タスキじゃない。オッケー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 。完璧。完璧。パーフェクト。パーフェクト。裏ゲンガー残してるよ。ルカリオ。ルカリオか。眠らせないと勝てないやつじゃん、これ。純速ないでしょ、ほぼ。純速はほぼないよね、ルカリオ。コウさん、対戦ありがとうございました。やったー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 、2試合目いきまーす。うほほほほ。1700だー。ははは。悪統一、マジで悪統一で1700いる。おー。ほー、そうですか。なるへそ。そういうことっすか。はい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 。そういうことっすか。はい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 。へぇー。ペンドラ行きます。ペンドラー。やべえな、これ。まずくね、こっち。二度キング入れる価値ある？いや、貴重なタスキ枠いるよな。悪統一ねー。1700ねー。こっちも悪を入れるべきか。でも月光がいるからベティは必要だよな。ラス1なんだ。ラス1なんだ。ニドキングかウツロイド。これリーリエのが良くない？ベティじゃないかな、これ。あ、これベティじゃないかもしんなー。ベティじゃなくてニドキングウツロイドだ。これ攻めていこう。対戦よろしくお願いします。これ攻めていかないと勝てない気がする。受けてたら、シザリが高火力でしょ？月光が技範囲広いし、サメ肌も物理か特殊かまだわかんないし、これは受けるより攻める方が全然いいと思う。初手番切でしょ？初手番切でしょ？初手番切でしょ？ちょっと待って、この展開やばい。この展開やばい。毒好き打たないといけないけど、この展開非常にまずい。この展開まずい。クラブハンマー。普通に悪者飛んでくるよなー。普通に悪者飛んでくるよな。しゃあないかも。これペンドラ捨てるしかない。捨てるしかないんだよな。どうする？初手ミスったぞ。ウツロイドは死ぬよな。ウツロイドは悪者で飛ぶよな。大地打つしかねえんだよ。で、多分相手悪者打ってくるでしょ。絶対アクジェ打つじゃん、この展開。アクジェ打つよね。お、そこそこ残った。オッケーオッケー。で、第一で直帰かなー。直帰じゃないな。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、倒したー。やばいなー、この展開。この展開、まずバンギーがいたらやばい。もうバンギーいないことを信じるしかない。バンギーいないんじゃない、このパターンだと。出すなら初手から出してるはずだし。サメかー。待って、サメかー。少しでも削らないとダメだね。オッケー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 。大地いけるいける。吹っ飛ばせ。オッケー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 。相手相手多分なんだろう、なんか読んだんだろう。守ってこなかった。オッケー、守ってこなかった。ラッキー。バーンゲラス言っちゃったわ。まあニドキング残しできたからいいでしょう。大地で吹っ飛ばす。
大地でできるだけ削って、リーリエの草結びで勝ちできるかな。バンギ重いから、バンギ重いから、バンギ重いんだよ。いいダメージだ。急所。来てる、来てる、エリ来てる。よっしゃ。キング先輩、ありがとうございます。最後は、おこりーりえです。やっぱり最後は、おこりーりえです。ベティじゃなくてよかったね、やっぱり。草結び。おこりーりえです。対戦ありがとうございました。よっしゃー、1700の悪統一に勝ちました。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。